フローチャートの例を wikipedia に新しい記事を追加するための意思決定プロセスダイアグラムとは幾何学的な図詞を指す。情報を整理し象徴的に表現種もデル化する。関数などのそれはグラフと呼ぶ。ダイアグラムという言葉には通常二つの意味がある。視覚情報の表現手段を表す集合名詞。イラストレーションのような代表用語として用いられ、 グラフやテーブルを含む種類全体を表す。定性的なデータを表現する特定の視覚表示の種類。線、矢印、その他の視覚的リンクで繋がった図形によって表現される。科学分野では両方の意味で使われる。例えば、マイケル・アンダーソンはダイアグラムとは絵画であり、さらに言えば抽象絵画であり、また情報の表現でもある。 地図、線グラフ、棒グラフ、工学分野の青図、そして建築家、設計士の描く、見取り図から、模式図などまでからこれらはすべてダイアグラムである。写真やビデオはダイアグラムではない。と語っている。他方、リチャード・ケイロウは、ダイアグラムを、それが表現する主題の抽象的なグラフ描画と、定義する。そこには、フローチャート、アイディア図、 チャートのような視覚表現だけが含まれる。ダイアグラムという言葉は、チャートとダイアグラムというように、しばしば、チャートという言葉と一緒に使われる。ダイアグラムは量的な概念よりも質的な概念を表すために使われるが、チャートは量的、質的両方の情報を包含する。チャートとダイアグラムという言葉は、質的な情報を伝えるための種類、という説明をする場合に、 特によく使われる。ダイアグラムとチャートは、情報を直接的に表現する、コンピュータグラフィックスや製図などとは、対照的に、抽象的である。本質的には、ダイアグラムとは、本質的な意味を伝えるため、ダイアグラムは、よく簡略化された図やカリカチュアを使う。ジャンブイ・ホワイトによると、良いダイアグラムは、優雅で、明瞭で、変異で、模範的で、 簡易で、そして妥当である、という特徴を持つ。ホワイトにとっての優雅さとは、ダイアグラムで表現されたものがある問題に対する最も簡潔かつ最も適切な解決策である、ということを意味する。ダイアグラムとチャートは、動作、プロセス、事象、概念を表現するのに適している。さらに、資格を好む多くの人々に対して、 思考の手助けとなる視覚的手段を提供する。それらは、意思決定プロセスにおいて使用される。プログラマにとっては、構造化されたダイアグラムが、正確性、迅速な開発、自動確認、関連付け、標準化の手助けとなる。リーブラッス s ルによると、ダイアグラムとは、テキスト付きのドローイングであり、概念を伝える線及び図形から構成される。講義のドローイングは、 生物や物体の写実的描写を含むが、ダイアグラムは抽象的な構造を示すためのドローイングの一種類である。状況や概念の本質に近いものを提供するものと考えることができる。マイケル・フレンドリーによると、視覚化の必要性は、航海や探検に必要な地図を作成するために作られた星と他の天体の位置を記した表の中の近づ図形の 中で初めて生じた。それらの起源は有史以前に遡り、各古代文明にはそれぞれ独自の様式があった。16世紀までには正確な観測及び量の計測のための技法や器具が生み出され、視覚化の生まれる土壌となった。17世紀には大きな理論的進展と実践的応用が見られ、解析機科学、測定誤差理論、確率論、 人口統計、政治算術などが生まれた。18世紀、19世紀になると、人口や社会、道徳、医療、経済に関する統計が、大規模かつ定期的に取られるようになり、行政計画及びその正当性の検証のための、これら大量データの有用性が認識され始め、資格思考がなされるようになった。ダイアグラムは、数学的証明と関数を説明するためにも、 使用され、ノモグラムは、計算を支援するために生み出された。さらに、収集された数値データの特性を知るために、様々な種類のグラフが発明された。これらにより、傾向や分布を簡単に理解、伝達することが可能になり、また視覚検査が可能となった。このうち、円グラフや、折れ線グラフ、棒グラフなど主要なグラフは、ウィリアム・プレイフェアによって生み出された。 統計学という言葉は国に由来するが、統計学と地理学の進展により、収集された数値データが、地図上で、視覚的に表現されるようになった。現在では、主題地図と呼ばれている。主要な種類を紹介する。ここで言う、グラフは、グラフではなく、グラフ理論の方のグラフである。アイテムの集合及びそれらの関係性を二次元上に、位置づけることにより表現する。 アイテムの接続、または重なりによって、その関係が表現される。以下に例を示す。理算的、または連続的な値の範囲において、二つの変数の関係性を示す。以下に例を示す。他にも多数のダイアグラム技法が存在する。次節ではそのいくつかを紹介する。ありがとうございます。